はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験関係ですね、卒業生から見た成蹊小学校中学年編です。それでは、西荻フレンドリースクール講師の今野慎介先生、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは。はい、この前ね、低学年編ということでお話ししたんですけれども、今回は中学年ということで1、2、1、今度3、4年生というところですね。やっぱり皆さんが小学校入学して3年目4年目になると、さすがに慣れてきて、だんだんその字が出てくるような学年でもありますよね。まあそうですね。整形の場合だと、僕が一番印象に残ってるのはやっぱ勉強が突然難しくなったっていうのが僕はすごい。それは3年生から3年生からだったような、うん、まあ、正直僕も数十年前だから記憶は曖昧なんですけど、1年2年の時は僕は日記は本当に毎回やんなさいとはっきり言われたんですけど、宿題がそんなになくて、今はなんかあるみたいなんですけど、僕の時は本当にあんまりなくて、ゼロではないけど全然なかったんだけど、3年4年あたりにな3年になったあたりから漢字のノートへの書き取りみたいなのが毎週末増えて、あと新小学問題集かなんかの問題集を毎週2回出さなきゃいけないとか、あとまあ担任の先生によって違うと思うけれど、僕の時の担任の先生は朝の漢字テストっていうのが毎日あって、でなんかステップアップしていく漢字のテストとかもあって、なんか一気にやること増えたなっていうのが僕の3年生の時の記憶で、で結局僕なんかはやりきれなくて、初め結構怒られてじゃあもう質量ともに変化があったってことですね、結構すごい量あったかな、あとはクラス替えが2年生の時に、3年生の時にあったから、はい、そこで友達関係とか担任先生も変わっちゃって、でそこで結構、大変だったかなっていうイメージが強かったかな。そう、ただまあ授業自体は結構楽しくなってきて、確か理科が3年生から始まったのかな、まあ、そのあたりからですよね、そう理科が始まって、でそこの夏休みから発明工夫の宿題が始まったのかな、はい、発明工夫、そう、まあ、要は普通の学校でいうところの自由研究みたいな感じ。あ、そう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 、多分そう、あ、そうか、普通の学校自由研究ありますよね。自由研究ってますよね。公立だと自由研究、自由研究でしたね。何なんですか、はい、あれって。まあ、本当にフリーテーマなので、社会的なところでもいいし理科でもいいし、僕は地元の地域の人口の推移を調べて発表したんですけど市役所通ってなるほど、はい、何でもいいんですね。整形だと自由研究っていうものはなくて、その代わりだかな、多分発明工夫があるのは、だからあれがなかなか面白くもあり大変でもあって、僕何作ってるかも正直覚えてないんですけど、なんかうちの父親と一緒にすごい考えて秋葉原までパーツ買いに行って、なんか一緒に組み立てた記憶は、機械的なものですかね。ああ、そう、電動紙やすりとか、なんか今では普通に売ってそうなものをさも発明家のように僕は作ったんだよ、確かに。そうそう、ただそれを作った多分理科の、それ確か理科の授業の一環で、それを作って、で文化祭で展示をするっていうのが、なんだろう一連のその流れで、まあ、これ6年まで続くんですけど、そうそう、だからその理科の授業が増えたっていうのが大きかったかな。あとは図書の授業とかもあった。図書の授業、図書の授業今あるのかどうかちょっと僕分かんないけど、はい、当時は当時はそこで図書の授業で、本図書館の横に教室があって、そこで授業を受けて、確か絵本を作って、今でも僕持ってるけど、絵本を作ったりなんかしたかな。そういうのもあったりとか、で、あと小道の授業が僕の時は確か2年生で終わり、はい、で3年生から今はもう6年まであるみたいなんですけど、はい、3年生からなくなったけれど、なんか社会科見学とかも本当にいっぱいあって、で近くの武蔵野の近くのところにこう見学に行ったりとか、なんか農家やってる人とか、そういうのを行ったりとかもしたから、なんか全体的に座学っていうよりは実際に動いてってことか。結構外に出ていろいろってのが多かったかなっていう印象は今思えば、だから僕の中ではもう小学校生活当たり前だから、それが他とね比較しないもんね。むしろ逆に公立の子の話聞いてて、知らない授業が道徳とか生活とか知らないし、あ、そうなんですね。
ど特生活は僕の時はなかったので、何だろう、総合的な学習の時間とかは小道、あ、そうか、それが小道に置き換わってるわけですね、うん、ただ 3,4 年生からもうないからそういえば総合学習ってどこでやってんだろうと思ったけど、社会でやったのかな、うん、社会の授業が、あ、そうそう、社会も確か出てきたかな、はいはい、うん、だからそこの授業でなんかいろいろ出かけてたような気がしたけど、ちょっと正直あまり覚えてない、ね、うん、さっきの、発明工夫でしたっけ、うん、あれは結構クオリティ高い子はすごいの出してくるんですか。すっごいの作ってくれました絶対に自分でやってないでしょうとか親の力を感じる、親の力を感じるものはいっぱいあったけど、うん、でも面白そうですね。あ、とても面白いですよ、うん、もうあれはやっぱり、うん、夏休み明けにみんなで発表会みたいな、ね、理科の授業の1回目がなんかね、みんな持ってきて発表するっていうので、はい、じゃあもう素晴らしいのもあれば、もう急いで作ったんだろうなみたいなのも出しみたいな、あのなんかしょっぽいペットボトル切っただけってやつもあったしありますよね、なんだこれって思うようなやつが苦し紛れ、まあでも、面白かったですね、作るこっちも。ただ宿題、まあ、宿題は夏休みそんなにいっぱいはなかったから、ただ やるものの課題だけはあったし、日記は基本的に毎日書かなきゃいけなかったので、うん、まあ、本当に生計にいる間、小学校の6年間はもう日記漬けですね、永遠日記それはもう変わらず、うんうん、で4年生もあんまり変わらないかな、うん、ただ文化祭関連で言うと4年生は演目があるから、うんうん、まあ、それが結構練習が大変。演目っていうのはお芝居、芝居、偶数年はお芝居で、奇数年がなんか発表、うん、発表というか、 なんか研究発表みたいな。じゃあ偶数とか246がお芝居する。そう、うん、で1年生はまあなんか絵描いたりとかしてそれ発表だったかな、はいはい、3年と5年で結構大掛かりなあの研究を調べ物をしたりとかして、うん、どんなことしたか全然覚えてないんですけど、うん、なんかこの前2年か1年ぐらい前、整形で見に行った時は川かなんかの上流から下流までの研究とかやったら、はい、こんなこと僕もしたのかなとか思いながら、あとは僕の公立の、 あの学校は4年生ぐらいから確かクラブ活動みたいなのもあったんですけど、そういうのもありました。政権は5年から5年からか、そうそう、5年生から。じゃあそれは高学年編に譲りましょうか。そう、特別体育、 特別体育だったかな、ちょっとあの金曜日の5、6時間目か6時間目とか、うんうん、時間決まってて週1回だったかな。じゃあそれは次回にね。そうね、はい。委員会活動とかも横年生から。委員会活動はね、桃の会活動っていうのがあって、桃の会っていうんだ、やっぱり整形だから。そうそうそう、桃の会活動っていうのがあって、あれいつだっけな、あれも5年生からだったような気がするんだけど、何に入ったかは覚えてるんだけど、何年生かは、あ、でも後輩と仲良くなってたから、あ、でも5年か6年かな、うんうん、今度政権のね、子にも聞いてみましょうかね。そう、正直それあまり覚えてないんだけど、まあでもそんな感じだったかな。夏の学校とかも、そう、夏の学校は4年生で 200m 泳ぐっていう樽回りっていうのがあって、樽回り、そう、なんか樽が浮いてるんですか。そうそうそう、多分そうだったと思う、あんま覚えてないけど、プールとか、うんうん、海、あ、海で 200m 泳ぐっていうのがあって、そうそう、それでめちゃくちゃ寒い中泳いだ記憶が基本的にもう整形の夏の学校の海めちゃめちゃ冷たくて、あとクラゲしかいなくて恐ろしいですね。あの海8割クラゲっていう、まあ、でもクラゲなんて見慣れてくるから、初め女の子もキャーキャー言ってるけど、そのうちクラゲ投げ出してクラゲ合戦してるからすごい、クラゲ合戦もう水クラゲだから、もう毒もないし邪魔、うん、なるほどね、単に邪魔って、潜ればそこら中にいるし、クラゲからすればいい迷惑だろうけどね。もうみんな捕まえて焚き火に放り込んでました。ひどいな。なるほどね。やっぱり、いや、思い出濃いですね。そうするとやっぱ小学校今 3,4 年生だけで取り出してもこれだけ語れちゃうっていう。そうそう、ふんどしだし、うんうん、僕の時はまだ、あー、すごいですね、赤ふん、男の子みんな巻いてました、うんうんうん、もうふんどしの巻き方なんてね、多分誰もわかんないけど、僕は今でも負けますよ、うん、なるほどね。まあそのあたぐらいです、そのぐらいですかね。整形ってあの試験手伝ったりするんですか、生徒さんは。ああ、いや、選ばれたことない。いや、やったかごめんなさい、なんかすごい適当な質問して、なんか僕はいつも在学中はフレンドリーな話ばっかりしてたけど、あ、うん、先生に、うん、先生に、そう、1年生からずっとから
今度うちのフレンドリーでこんな子受けるから先生よろしくとか、なんか全く何も分からず僕言ってましたけど、まあ、先生話半分で聞いてるんですよね。そうそう、はいはいとか言って、なるほどね、ありがとうございます。じゃあね、ちょっと次はね、5、6年生、高学年編をね、はい、やっていこうと思います。で、今10分程度なんですけれども、もしね次のこれ編集するまでの間に政権のね後輩に会うことができたら、その3、4年生で委員会活動やるかどうかちょっと裏付け取ってみましょう。そうですね、はい、まあそう挿入できるかもしれません。あれだ、3年生で今在学中の子に聞いたら、はい、最近そう5年、3年生以降の俺小道の授業さっぱり分かんなくて、その子に聞いて何やってんのって聞いたら、はいはいはい、最近は近く の, あのバス営業所に行ったっつって、ああなるほどねって、うん、あとはなんか社会科見学的なやつかな。でもなんかあとは別に遊んでるみたいな。そんな毎回毎回ネタないよなと思って。まあまあそうよね、うん、正直本当小道って何するか今でも聞いたら何するか分かるって、何するか全然分かんない始まるまでっていつも言ってるから。まあ僕の時もそうだったし、うん、でもやっぱり面白い授業であることには変わりないと。あ、結構、うん、まあ単純に勉強じゃないっていうのもあるし、外出てなんか、ね、できるっていうのがあるから、うん、そう他人の先生と遊ぶのが一番楽しかったけど、そうです、ね、僕は。うん、分かりました、ありがとうございます、はい、こんな話でいいのかな、なんか思い出話で面白いですよ十分。マラソン大会の話もしたいね。ああ、それは高学年。水泳大会とマラソン大会と焼き芋大会が毎回あるんで、はい、じゃあそれは次回に譲りましょうか。そうだね、もう11分超えてるからね、はい、じゃあまた今度、はい、高学年編でお楽しみください。いろいろ、ね、話していこうと思います。はい、ではありがとうございました。はい、どうも。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジン配信しております。セミナーの先行情報、由美先生の書き下ろしの記事など、無料にて配信予定ですので、よろしければご登録してみてください。まあ、時期的にだいぶ落ち着いてきてはおりますが、面接特訓や願書添削も行っております。もちろん2022年度入試というものね、対応できますので、来年以降ももしお手伝い必要な方いましたら聞いていただければと思います。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でも受付可能です。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。現在見ている YouTube の概要欄、リンク載っております。面接特訓もそうですし、願書添削も、メルマガやこの相談会に関してもね、リンク載っけてありますので、よろしければ見てみてください。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは引き続き、小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。では、失礼いたします。